もし海の中に落っこっちゃったら、あんまし泳げないからみんなで助けに来てる。みんな来るんだよ。どうぞ。どうぞじゃない。冷たいよ。耳を澄ませて風の声を聞いてください。私の便りをあなたに伝えたいから。南の風にはあなたとの楽しかった思い出を乗せて送ります。西の風にはあなたへの思いをたくさん詰めて送ります。Thank you.
きっと耳を澄ませて聞いてください。私の声を、そして私の思いをあなたに伝えたいから。我らがアイドル水木亜美ちゃんが何やら極秘の大プロジェクトに参加しているとの情報を得た別府取材班は、その内容を明らかにするため亜美ちゃんの家へと向かったのである。はいはい、亜美です。誰ですか？果たして我々はその秘密に近づけるのだろうか。ああ、おはようございます。どうぞどうぞ上がってください。亜美ね、今からちょっと出かけなくちゃいけないから、どうする？一緒に行きたい？そっか、ちょっと待ってて、ここで着替えてくるから。見ちゃダメだよ。